ナサニエル・シルクレット・ビクター・サロン・オーケストラとシルクレット指揮をするシルクレット・ナサニエル・シルクレットはアメリカ合衆国の作曲家、指揮者、ピアニスト、クラリネット奏者。1895年12月25日、ニューヨーク市出身。オーストリアから移住したユダヤ人の家庭に生まれる。幼い頃よりピアノとクラリネットを学び、1九百十年代から九百二十年代。 はじめには、ニューヨーク公共楽団やメトロポリタン、歌劇場還元楽団のクラリネット奏者として活動し、またジョン・フィリップ・スーザ率いるスーザ吹奏楽団にも参加した。1926年に RCA ・ビクターの軽音楽部門の責任者となり、クラシック音楽やジャズの録音を精力的に行った。共演したミュージシャンには、オペラ歌手のエンリコ・カルーソー、ヒョードル・シャリアビン、 ローザ・ポンセル、バイオリニストのヤッシャー・ハイフェッツ、ジャズミュージシャンのルイ・アームストロング、ベニー・グッドマン、歌手のフランク・シナトララがいる。1929年には指揮者として、ジョージ・ガーシュウィンのパリのアメリカ人の初レコーディングを行った。この録音で死後グラミー賞を受賞した。また1928年から1951年まで多数の映画音楽を手掛けた。 クラシック音楽の作品としては、クラリネット五重奏曲、公共誌、スカイウォード、トロンボーン競奏曲、創世聴組曲などがある。ありがとうございます。